皆さんどうもこんにちは、プラ吉です。はーい、ということでね、今日はね、何をこすんのかっていうと、はい、コレクションシリーズ144分の1、イージスガンダムですね。はい、この人ね、まあ組む前からある程度はね把握していたんですけど、まあ組んでみてね、むちゃくちゃ悪い意味でね、悪い意味でびっくりしました。はい、早速ね、これを組んでいきましょう。これをね、パチ組むとこうなります。キラリラリン、イエーイ、コレクションシリーズ144分の1、イージスガンダムパチ組み完成しましたよね。ということでね、早速ね、各部を見ていきましょう。はい、でね、まあ本当に驚いた。俺ね、コレクションシリーズってね、すんげえ評価してて、あのワンコインで買えるガレージキットとまで称してました。はい、まあ、どういうことかというと、例えばあのこの144のコレクションシリーズジン、もう本当にね、プロポーション、そしてね、あの立ち姿、もう完全にワンコインで買えるガレージキットっていう、まああの様相ですね。本当ケチのつけようがない。素晴らしい。これ400円で当時出してくれたバンダさん、すごいと思う。まああの今のね、子供たちはね、なんで色がついてないじゃん、動かないじゃんって言うかもしれないけど、これがね、400円で出せるっていうことのね、驚きはね、やっぱ大人になんなきゃわかんないですね。はい。で、さらにね、あの、こういったね、そのコレクションシリーズはね、あの、合わせ目を消して、あの、全塗装すると、ほんと見栄えがすごい、もう化け化けるんでね。これはまあ、合わせ目を消した状態なんだけど、もう見た目はもうほんとに、これは多分あの、グレーさん吹いたらほんとにもうね、これ400円って思えないレベルで、凄まじい完成度を誇っています。はい。で、ね、あの、最近レビューしてたこれとかもそうだけど、これ、500円なんだけど、ガナーザクオーリアね。塗れば、ここまで化けると。はっきり言ったら、あの、ケチのつけようがないんですよ、本当に。コレクションシリーズっていうのは、まあ、動かないし、色分けがされてないってだけで、ほんと、ワンコインで買えるガレージキットといった感じなんだけど、で、あの、僕、ベタ褒めしてて、はっきり言ったら、HG よりもね、出来がいいんじゃないかなって言ってたんですよ。あ、大体あの、コレクションシリーズと HG、比較するとね、あの、コレクションシリーズの方が、あの、まあ、可動と色分けはともかく、プロポーションの立ち姿は、コレクションシリーズの圧勝だったんだけど、あの、今回ね、あの、コレクションシリーズ、あの、ベタ褒めしてた僕がね、言うんだけど、これベタ褒めできません、これは。あの、これは完全に HG の方が勝ってます、全部の面で。あの、勝ってる部分って値段だけだよね。何がダメなのか見ていきましょう。で、これはね、あらかじめ言っとくと、あの、イージスが、あの、大河原さんのしてきた仕事の中で一番複雑かつ難解なデザインだったっていうことが挙げられます。はい。正面はなんとなくね、再現できてるんですよ、正面はね。なんとなく、ただね、背面。ただこれね、無理やり400円に抑え込んだのがダメかもしれない、400円。はい。何にも再現できてないんだよ、これ。やばいだろ、これ。これはさすがにないぞ、裏面。これは食玩だよ。ほんと食玩。ワンコインで買えるガレージキットじゃなくて、食玩ですね、これ完全に。この背中が致命傷。そしてこの肉抜き。この辺も、まあ、かなり致命傷なんですよね。この、羽織袴みたいな、後ろ側も肉抜きがやばい。てかね、まあ、羽織袴はいいけど、この背中はやばいだろ。走りすぎ。どうした？どうしたコレクションシリーズの中でも。ね。あの、主人公のライバル機っていうことで、すげえ重要なポジションのキャラなのに、これ、あの、500円でもいいから、ちゃんと出すべきだったと思うんだよね。なんでさ、同じ400円のジンとかがさ、ここまで再現できててさ、あとこのゲイツ。ゲイツなんてね、これ400円じゃん。で、あの、ゲイツも400円なんだよ、これ。一般公募の機体だけど、これさ、あの正面しっかりしてんじゃん。後ろもほら、こんな複雑かつ大ボリュームのバックパックを400円でちゃんと再現できてるんですよ、ほら。ほら。なんだ、内側まで。ほら。すごいんだよ、これ。見えないとこも全部作られてんのね。こういうとこも。すごいじゃん、このバーニアとかね。ここまでこれ再現してんのに。そうそう。なんでこいつこんなんなんこれ。どうしたお前、何があったんだこれ。これおかしくね、見てっていいのこれ、ほら。変じゃん。なんでこんな手に書いてんの？だってジンとかもこの見えないところも作ってんじゃん。ちゃんとほら、一応なんちゃってだけど。なんでこんなんなってんのこれ。これはちょっとね、がっかりだな、これ。まあ、パーツ単位で眺めてたから、ね、その、ランナーの状態で分かってたんだけどね。
分かってたんだけど、組んでみてちょっとさらにがっかりしたというか、これはちょっともうあのパテ埋めとかの問題じゃなくて、もうあの成形レベルになっちゃうんで、これね、あの初めてコレクションシリーズの中で初めて俺がノーおすすめですね。はい、ほんとはこうだからね。うん、これ驚きですよ。だって何もかも違うじゃん。いや、400円と1200円の差あるかもしれんけど、ここまで適当にするんだったら、これ500円でいいから、もうちょっと頑張ってくれよっていう。せめて、この、背中のこの部分あんじゃん。これ。この部分をもうちょっと太らせれば、この肉抜きをね、ごまかしたんでね。これはないな。うん、初めてだよ、これ。うん、コレクションシリーズ。で、初めて、あの、これ、おすすめできないっていう。この、羽織袴みたいなのも、半分しかないじゃん。厚みが。これと比べてさ。うん。いや、これはないな。ちょっとこれ500円でいいから、主人公のライバル機じゃん。500円でいいから、ちゃんとしたの出してほしかったな。まあ、コレクションシリーズで、まあ、500円だってさ、その、まあ、ランチャーストライクガンダムとかね、ソードストライクガンダムとか、まあ、後期のサンバー化機体。うん。特化になるまでは、なかなか500円ってわけなくってね、やっぱ最初はやっぱ、あの、300円から400円の枠で、なんかバンダイさんがやりたかったっぽいけど、まあでも、これはちょっと本当にね、この羽織袴の部分って勝手に呼んでるけど、ここがねえわ。これはちょっとねえな。うん、これはちょっとおすすめしないんで、あのこれに関してはあの HG を買った方がいいかもしれませんね。うん、ただあの筆塗りとかのそのなんだろうな、まあ特にクオリティも気にせずペタペタとねストレス発散で筆塗りするのにはいいかもしれない。うん、まあ筆塗りしますよこれ。うん、これエアブラシでねこんな風に綺麗に仕上げる意味もないんで。うん、いや、ね、アスラン、ね、作品屈指のネタキャラ、うん。シールド版立花さんというか、まあ、ガンダム版立花さん、ガンダム版仮面ライダーギャレンと言ってもいい、ネタキャラのアスランが乗るにふさわしくないですよ、こんなひどい出来じゃ。うん。まあ、もっと言うと、この HG もね、言うほど再現できてませんからね、この HG でさえ。まあ、コレクションと比べればマシだけど、この、パッケージだともうちょっと人間の、5体のバランスしてるんですよね。うん、こっち変形ギミックがあるせいでちょっと体型がチンチキンだけど、まあ、コラボでいいかなっていうね、本当はこうなんだよ。うん、だからね、イージスガンダムの、最新のねフォーマットの変形飛行の、ね、開発されたり、まあ、HG コズミックエラーを、ね、期待してますけど、まあ値段が多分ね、うん、まあ軒並みね、あんま値段が差がないじゃないですか、旧 HG とHG コズミックエラーのストライクも100円の差とかだけど、これはね、100円の差じゃ出せないから、まあ多分値段はね、2000円になるのは確保した方がいいね。うん。最新版の HG コズミックエラーで出たら2000円は確保してくださいね。うん。でもまあ、アスランがね、俺の大好きなね、ネタキャラのアスランが塗るんだからね、やっぱいいキットが欲しいからさ。うん。でも、本当にね、これはないなと思ったわ。うん。まあ、筆塗りの練習とかにいいかもしれんけど、まあ、事実がしないんだよね、これ。うん。強引に前向きにしないと立たない。うん、これに関して本当にHG を推奨します。うん、この前ヨドバシさんに会ってから買わなかったけどね、もう持ってるからさ。うん、これ筆塗りで仕上げていこうと思います。お楽しみに。はい。ってことでね、筆塗りやるのは増えてきちゃったな。うん、まあそんな大変じゃないからな、こいつら筆塗りに関してはね。うん、合わせ抜きしてもそんな大変じゃないし。うん、もう塗ればね、そこそこ。これもまあ化けると思うんで、正面からしか見せないけどね。うん。後ろになってて、見せられないんじゃん、こんなんね。うん。肉抜きだらけでね。はい。まあそんな感じでね、皆さん、コレクションシリーズね、今回ブロガー設置だったけど、基本的にコレクションシリーズっていうのは、ワンコインで組めるガレージキットといったもう用途ですね。はい。見てくださいよ、この感じ。うん。ですので、皆さん、コレクションシリーズね、駿河屋さんとかに言えば売ってっから、まあちょっと高いけど、買ってみてもいいんじゃない？うん。まあ多分、再販はないだろうな、今後。再販しても多分、プレ版で、まあ値段高くならないかもしれないけど、プレ版でセット販売とかじゃないの。今出しても多分、バンダさんこれ赤字だからね。そんな感じでね、プラチスターバイバーイ。